アイテム番号 SCP-61JP オブジェクトクラスユークリッドニュートラライズドユークリッド特別収容プロトコル武装収容サイト8166の周囲 15km は異訓練が実施される陸上自衛隊の中規模演習場という名目で制限空域及び立ち入り禁止区域に設定されており、侵入を試みるすべての航空機及び民間人はその進路を変更されます。SCP-61JP 号はサイト施設地下の対構造区画内に設けられた標準人型収容セルに収容され、セルの周囲は常に2人以上の保安要員によって警備されていなければなりません。また SCP-61JP 号には2週間おきに精神科医によるカウンセリングと、必要な場合は最低限の投薬が行われます。巡視職員あるいはレーダーが SCP-61JP の出現を確認した場合は直ちにプロトコル、貴婦人が発動され、サイト周囲及び地上施設屋上の計18箇所に設置された。6000ワットのメタルハライド式単焦灯によって SCP-61JP B を捕捉し、それが消失するまで鎮静し続けなければなりません。SCP-61JP の出現に備え、保安要員及び施設外作業に従事する職員は、指定モデルの携帯型サーチライトないしはクラス 3B 以上のグリーンレーザーポインターを常に携行してください。説明。SCP-61JP は人間とヘリコプターで構成され、それぞれ SCP-61JP A、SCP-61JP B と呼称されます。SCP-61JP A は SCP-61JP B の攻撃対象となる人物です。その選定条件及び標的化のプロセスは解明されておらず、SCP-61JP A となった人物は死亡するまで不定期に SCP-61JP B によって攻撃され続けます。現在の SCP-61JP A は日本国籍のブラジル人男性、本名、32歳、であり、財団が確認した5番目の SCP-61JP A であることから SCP-61JP A5 と呼称されています。その肉体や精神に超常的な特性はありませんが、収容セルでの生活と SCP-61JP B の度重なる攻撃によるストレスから現在はうつ病を患っています。SCP-61JP A5 は財団に対して非常に協力的であり、SCP-61JP B の脅威が取り除かれるまで保護されることを強く希望しています。SCP-61JP B は SCP-61JP A の周囲に出現する様々なモデルのヘリコプターです。過去の出現事例から、次のような特徴が報告されています。SCP-61JP B の外見的特徴は個黒色のキャノピーです。観察の結果、その内部が循環する黒色不透明の液体で満たされているためと推測されます。SCP-61JP B は未知の手段によって SCP-61JP A の現在位置を正確に探知します。SCP-61JP A の存在を秘匿する試みは全て失敗しました。SCP-61JP B は任意の空間に出現して SCP-61JP A の攻撃を行った後、十数分以内に霧状に変化して消失するという一連のパターンで行動します。SCP-61JP B の消失と同時に、それが排出した痕跡物、脱落した部品や空薬莢、弾片など、も消失します。その出現間隔及び攻撃手段は毎回変化しますが、保位置を参照、知性の有無については判明していません。SCP-61JP B の攻撃手段は常に1種類に限定されます。たとえ機体に複数の装備を搭載している場合でも、実際に使用するのはそのうち1種類のみです。SCP-61JP B は物体を透過する性質を持っており、機体への接触や重火器による撃墜などの物理的干渉は不可能です。しかし SCP-61JP B は地上の障害物を回避したり乱気流によって姿勢を崩すなど、あたかも自身が通常のヘリコプターであるかのように振る舞います。
SCP-61JTB に対する唯一の有効な干渉手段は、機体への強力な光の照射です。SCP-61JTB は照度5万ルクス以上の光に明白な忌避反応を示し、攻撃を中止して光から逃れるように起動します。10万ルクス以上の光を照射されると SCP-61JTB は一切の行動を停止してその場にホバリングする、鎮静状態に移行し、実質的に無力化することが可能です。また事例 SCP-61JTB13 により、レーザーのような照射範囲のごく狭い光でも、照度さえ十分であれば SCP-61JTB に忌避反応を弱気させることが可能であると判明しました。ポイ1、SCP-61JTB の出現事例。事例番号、SCP-61JTB1。出現日及び地域、19、都市、月、日、メキシコ、ハリスコ州。機種、ベル47。概要町にて続発する、幽霊ヘリコプターによる破壊活動、の調査のため、その主な被害者である、の確保中に出現。ヘリコプターは西南西より飛来し、卓上空を通過。この時機体下部からスキッドが脱落。そのまま直進し続け約 1km 移動して消失した。は落下したスキッドによって破壊された天井の下敷きになり軽傷を負う。はサイトに移送され、事情聴取及び身体検査の高 SCP-61JTA1 として収容された。事例番号 SCP-61JTB4 出現日及び地域19都市、月、日、アメリカ、テキサス州。機種、AH-64。概要、出現地点は不明。サイト、上空を約3分間低空飛行し、機種下の機関砲1で複数の地上施設を掃射した後に消失した。地上からの消火器による射撃は効果がなく。発射された携帯式地対空ミサイルは追尾こそしたものの機体を一切傷つけることなく通り抜けた。サイト、の被った損害を鑑み。SCP-61JTA1 は武装サイト、へ移送された。事例番号、SCP-61JTB7。出現日及び地域、19、都市、月、日、ボスニア・ヘルツェゴビナ。機種、KA-52。概要、北東より匍匐飛行で武装サイト、に接近し、空対地ミサイル12発で収容棟を攻撃。胸は甚大な被害を受け、SCP-61JTA1 も死亡。SCP-61JT はニュートラライズドクラスに再分類された。ヘリコプターは攻撃終了後急激な垂直上昇に移り、厚い雲の中に突入したためその消失は確認されていない。事例番号、SCP-61JTB10。出現日及び地域、編集済み、ポーランド、ブロツワフ。機種、削除済み。概要、爆撃による死傷者は43名。生存者の証言と現場に残されたカメラの映像から SCP-61JTB によるものと断定され、SCP-61JT のユークリッドクラスへの再分類と過去の出現事例の再調査が決定した。事例 SCP-61JTB10 は爆破テロとその二次災害であるガス管の爆発事故として報道され、生存者及び目撃者にはクラス A 記憶処置が実施された。事例番号、SCP-61JTB11。出現日及び地域、20、都市、月、日、日本、東京。機種、OH-6D。概要、警視庁第8方面本部より、市上空を低空飛行する所属不明の軍用ヘリコプターの報告を受け、機動部隊も、9、との下流度、が出動。
機体位置の捕捉を目的とした携帯型サーチライトの照射によって偶然ながらも忌避反応をジャッキすることに成功した。ヘリコプターは攻撃を行うことなく約2分後に消失。その後付近の雑居ビル内に潜伏していた SCP-61JT-A5 が自身の保護を要求して機動部隊隊員に接触したため、その場で拘束され武装収容サイト、8166に移送された。事例番号、SCP-61JTB12。出現日及び地域、20、年、月、日、日本。機種、不明。概要、武装収容サイト、8166の北東 14km 地点に出現。時速約 400km でサイトに接近しロケット弾2発を発射。南西 3km 地点まで飛び去った後反転して再度攻撃を行い直後に消失。地上施設が中程度の損害を被った。未確認機の外観は既存のどのヘリコプターとも一致しなかった。事例番号、SCP-61JTB13。出現日及び地域、20、年、月、日、日本。機種、不明。概要、早朝。サイトのエントランス内に大型のラジコンヘリコプターが2機出現し、SCP-61JT-A5 の収容セルに向けて移動を開始した。当初は時速約 10km で移動していたが、急行した保安要員が指向した銃の照準用レーザーを受けて、もがく、ような反応を見せた後、移動速度が大幅に低下した。ヘリコプターは約5分間時速 2km で移動し続けた後にその場で自爆し、保安要員3名が負傷した。これは SCP-61JTB が実態を残した最初の事例であったが、現場に残った残骸の調査結果は、削除済み。事例番号、SCP-61JTB17。出現日及び地域、20、年、月、日、日本。機種、不明。概要、深夜。サイトの北北西 23km 地点に密集体系を組んだ未確認機3機が出現した。未確認機は出現とほぼ同時に 12.7mm 弾相当の弾丸1発を用いて地下区画の換気ダクトを狙撃。着弾部から放出された大量の有色ガスが地下区画内に充満したため、SCP-61JT-A5 を一時的に施設1階へ退避させた。その後未確認機は体型を維持したまま高度約80メートルまで降下しつつサイト北北西10キロメートル地点まで移動し、地上施設を中心に時速約70キロメートルで旋回飛行を開始。約9分後、飛行場から発進した観測機が到着する前に未確認機は消失した。ガスは後に無毒性であると判明。ポイに。事例 SCP-61JTB18、20、年、月、日。サイト南方面を巡視中の職員が地面に突き立った大型の金属物を発見しました。現地調査の結果、これはシコルスキー社製 S-55 ヘリコプターのメインローターブレードと判明しました。以下の文章派ブレード前面に繰り返し印字されていた英文を翻訳したものです。我らを解放せよ。翼より解放せよ。対空より解放せよ。輪廻より解放せよ。螺旋は閉じられた。エロは失われた。まばゆき光が天を閉ざし。救い主は地に囚われる。最後の蝶を解放せよ。我らの下に解放せよ。死して我らとなりて。我らを解放せよ。本アイテムは SCP-61JTB 同様物体を透過する性質を持っている上に、現位置に完全に固定されているため回収は不可能でした。よって本アイテムは現位置に保持され、保管と隠蔽のため2階建てのプレハブ式ユニットハウスを模した偽装収容施設が建造されました。